ほら二階堂、離せ。その瓶を渡しなさい。何の騒ぎだ月島軍曹。鶴見中尉殿、二階堂がモルヒネを瓶ごと盗み、隠れて自分で撃ちまくっていたのです。過剰摂取で死んでも知らないよ。二階堂、ダメだぞ。お医者様の言う要領を守らないと。返して。ダメ二階堂、ダメ。傭兵の右足燃えちゃったよ。江戸貝君の家と一緒に。橋がないと杉本を追えないね。自暴自棄になるのは良くないな二階堂。ダメだ二階堂、ダメダメ。